はい、皆さんこんにちは。海外転売スクール講師の黒澤敦史です。今回は前回動画で取り上げた、最近ニュースにも取り上げられているアマゾン詐欺についての続編として、セラーとしてどのように対応していけばいいかっていうことと、あとはそのアマゾン詐欺の影響だと思うんですけれども、特にアメリカのアマゾンで最近セラー登録する際に手続きっていうのが複雑化しました。難しくなりました。ですから、そのアマゾンの手続きについて話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。こちらの動画は公開動画なんですけれども、会員サイトの米国アマゾンのセラー登録、まあ各種登録のところで挿入させていただく可能性もありますので、生徒さんはその点ご了承いただければ幸いです。まずアマゾン詐欺について簡単におさらいをさせていただきますと、アマゾン詐欺っていうのは2段階あるわけなんですね。例えば、まあ、前回の例と同じですけど、例えば38,000円、すいません、ちょっと汚くなっちゃいましたけど、38,000円で通常売っている商品を100円で売ってたりすると、でお客さんは、まあ、どう考えても怪しいんですけれども、ここで2つの楽観的な考えっていうのが合わさると100円で買っちゃう人が出てきちゃうんですよ。で、その2つっていうのは、まず1つ目は、もしこれが詐欺のお店で100円払って商品が届かなくても、まあ100円損するだけだからいいかっていう考え方。あともう1つは、実際昔楽天などでもあったんですけれども、ショップの人が計らずしも間違って商品の価格を設定してしまって、本当はこの100円で売ろうと してないんだけれども、間違ってこの価格をつけてしまって販売してるっていう場合が確かになきにしもあらずなんですよ。で、その場合はお店の人が気づいて、あの正規の価格に修正する前に買っちゃった方が得なんじゃないかって思い込んでしまうと、この100円っていうのはどう考えても怪しいんだけれども、まあリスクもそんなないし、100円だからそうしても100円だし、万が一本当に間違って価格つけてしまってたら、もう38,000円ほぼほぼ丸々ただみたいなものでその商品が届くなので、超得じゃんっていうふうに考えて、まあローリスクハイリターンだと思って、この100円のショップから商品を買ってしまうお客さんがいらっしゃるんですけれども、結局のところ詐欺集団っていうのは当然ながら儲かるから詐欺を行ってるわけですよね。で、100円で売ったところで大して儲からないから、なんでこの100円で商品を売るのかっていうと、この商品の100円を目当てにしてるのではなくって、注文者、要するにこの商品を購入するという形で注文ボタンをクリックした、まあ、カートに入れて購入手続きを行ったお客さんの個人情報を取るために、この爆安の値段で売ってるわけなんですね。で、その顧客の個人情報っていうのは、まあ個人インフォって書きますけど、個人情報っていうのを何に使うかっていうのは、新しい詐欺のアカウントを作るために、詐欺垢ですね、まあ特商法という形で販売者の情報を入れるところに、この100円で商品を購入した人の情報っていうのを丸々、名前と住所、電話番号を入れるわけなんですよ。で、なぜそんなことするかっていうと、当然ながら足がつきにくいんですね。例えば詐欺アカウントでこの商品を、まあまずは個別情報、個人情報っていうのをどんどん爆安価格で売って、とにかく集めちゃって、100件200件集まったら100件200件アカウントをバーって作るわけですよ、詐欺のアカウントを。で、今度はその詐欺のアカウントで37,000円とかで商品を売るわけです。で、自社発送にすることによって、商品を送るのは、そのショップのさじ加減になるわけなので、プライムで、要するにアマゾンの倉庫に入れてしまうと、あの商品の注文が入ったら、アマゾンから自動的に発送されるわけなんで、もし万が一その商品が粗悪品だったり、偽物だったりした場合っていうのは、1日か2日でバレちゃうわけですよね。しかしながら、自社発送にしておけばさじ加減一つなので、例えば2週間後、2 weeks って書きますけど、2週間後に発送しますよってすれば、少なくとも2週間はそれが詐欺のアカウントだってバレないわけじゃないですか。ですから、自社発送で、まあ販売価格はちゃんと怪しくない販売価格で売ると。しかしながら、まあ2週間経っても3週間経っても結局商品は届かない。詐欺ですから。で、なんだよと思って連絡すると、この詐欺アカウントに書いてある情報っていうのは、事前に引き抜いておいた個人の情報なので、むしろこの個人の人はただのお客様ですからね。一人のお客様ですから。そのお客さんのところに電話がかかってきて、お前何なんだとか言われても、わけわかんないわけですよね。ただ自分の情報っていうのが勝手に使われてるだけなんで、その人は無関係ですから、むしろ被害者ですから。
場合によっては警察が自分の住所を訪ねてきて、こういう被害が出てるんだけどあんたのところのショップはどうなってるんだって言われたところで、何そのショップってっていう話になっちゃうわけなんです。で、これが前回のおさらい少しだけさせていただきましたけれども、でこういう詐欺アカウントの見抜き方については前回の動画をご覧いただければと思うんですが、今回はじゃあセラーが我々として何を行えばいいのかっていう話なんですね。まず私として一つお願いなんですけれども、私は YouTube をメインにしてこのように情報発信してるんですけれども、セラーをやってる人で自分でブログを書いていたりとか講師をやられてる方って多いと思うんですね。で、その方々は顧客のためにこういった詐欺の情報っていうのを収集していただきたいんです。で、詐欺を見抜く、見抜かないっていうのは、まあ、セラーにとっては簡単なんですよ。結構簡単なことなんです。なぜならば、我々特に中国商品を扱っているセラーっていうのは、自分が商品を買い付ける中国業者、まあ正確に言うとタオバオ業者とかアリババ業者とかティーモール業者とか、まあ要するにその中国の卸売市場のウェブサイトがあるわけですね。そこから商品を購入するときに、同じ商品を売っている業者が5つあったときに、どの業者から買いますかっていうのを考えていくわけなんです。で、その時にその業者の選定を行うわけなんですが、その業者の選定の感覚っていうのはそのまま Amazon の詐欺のアカウントを見抜く感覚とほぼほぼ一致してるんですよ。例えばタオバオの業者だったら、そのお店の取引記録っていうのが出てます。まあお店の評価ですね。あとその商品の評価っていうのも出てるわけです。その商品の取引回数っていうのもしっかりと明記されてるわけです。で、タオバオっていうのは冠だったりとか、まあ要するにランキングがついてるわけですよね、お店の。で、そのお店のランキングっていうのは取引の回数によってランキングが決まっていくシステムなので、そういうふうに細かく見ていくことによって、このショップはすごく安く売ってるけど取引の記録もないし、お店の信憑性っていうのも微妙だから、こっから買い付けないで5元高くても、要するに80円ぐらい高くても、別の業者から買おうっていうふうに我々はセラーとして精査している。その感覚で Amazon のアカウントをチェックすると、この Amazon のアカウントは爆安で売ってるけれども取引記録が全くないとか、取引記録があるんだけども5年前の取引記録、5年前のショップのレビューっていうのを最後にして5年間何も動いてない、しかしながらまたいきなりブワーッと商品をいきなり大量に仕入れてる、なんか怪しいなとか見抜けるわけですよ。ですから我々セラーを行っている人間で、 SNS で特に発信している人間っていうのは、 Amazon 詐欺に対する情報、関する情報っていうのをぜひ収集して発信するようにしていただきたいなって思います。これをまず一つお願いしたいんですね。で、今回のメインテーマっていうのは、まあその SNS で発信、他の人たちも情報共有してしましょうっていう話がメインではなくて、じゃあ我々セラーっていうのが自分たちの信頼を維持するためにどのようなことを行っていけばいいのかっていうことなんですね。で、答えはすごく簡単で、大口出品にするってことなんです。大口出品するってことは、まあ小口出品と違って月額料金がかかりますね。あの Amazon で月額料金を払っていく。で、月額料金を払って何ができるのかっていうと、 Amazon の倉庫、まあ要するに FBA フルフィルメントバイ Amazon なんですけど、まあ FBA 倉庫って一般的に言われているこの Amazon の倉庫を使うことができると。 Amazon の倉庫を使うことができるっていうことは、商品を Amazon の倉庫に保管しておいて、注文が入ったら自動的に Amazon から売るシステムっていうのを、まあ売るというか発送するシステムで、料金の回収も当然ながら Amazon を通して行うというシステムを利用できるということなんです。まあそうじゃなくても、その詐欺がどうこうっていうのは話を抜きにしても、大口出品して Amazon にちゃんと在庫を保管しておくっていうのは非常に重要なことなんですね。で、Amazon の倉庫に商品をしっかりと入れておくっていうことは、要するに我々あのプライム会員の人たちに優遇して商品を最短で送ることができる。お客さんに沿ってもプラスなんですが、今後、まあ私の一つの予測ですけれども、詐欺アカウントを見抜く方法っていうのを細かくセラー目線で、こういうふうに見てください、こういうふうに見せてください、こういうふうに見せてくださいっていう、そのセラーの感覚をお客さんに強制するっていうのはなかなか難しいところあると思うんですよ。お客さんもただ商品購入するだけなのに、いちいち取引記録見たり、そのレビューの内容を見たりとか、で、その、
セラーがどんな商品を出品しているのかとかいちいちチェックするのって難しいじゃないですか。じゃあ難しいから面倒くさいできないっていう方が多いと思いますし、それもしかりなんですよね。じゃあどういうところをチェックするかっていうと、 Amazon の倉庫に商品を在庫を入れてる人から買おうっていうことなんです。要するにプライムマークがついている商品から買おうっていう発想に最終的には落ち着くと思うんですね。実際先ほど申し上げました通り、自社発送ではなくて Amazon の倉庫に在庫を入れているセラーっていうのは、商品が注文入ってから自動的にAmazon で発送してくれるわけなので、万が一その中で粗悪品というのを扱っている業者はあるかもしれないですけどね、ゼロとは言えないですけれども、お客さんに詐欺を、 Amazon の倉庫を使った商品の発送システムを利用しつつ詐欺をしようって思っても1日2日でバレちゃうじゃないですか。商品が実際届かないなんていうのはまずありえないわけですし、商品が届いて箱開いてみたら粗悪品だったり違うものが入ってたらすぐバレちゃうわけですよね。ですから詐欺アカウントの人たちっていうのは大体自社発送を、まあ大体というかほぼ全部自社発送を行っているはずなんです。まあほぼ全部というかもう 99.99999% 例外を除いて自社発送を行っているわけなんで、そこを逆に考えてみれば、要するにプライム発送、まあ Amazon の倉庫から発送するような方法を使っているセラーっていうのは信頼性を基本的に保つことができる。お客さんも Amazon のプライムから買えば安心だっていう知識がもうすぐ多くの皆さんに、まあ、広がっていくというか身についていくと思うんですね。ですからもし小口出品で商品を売っている方っていうのは、今後大口出品で商品を売るっていうことを考えることによって、まあ、そして実行することによって信頼性っていうのを基本的にキープして、変に疑われずに商品を発送していくことができるのかなって思います。です。ここでプラスアルファなんですけど、じゃあなんでわざわざ小口出品するのかなっていうことなんですよね。私は小口出品と大口出品に単純に比べたら大口出品の方が全然便利じゃんって考えてるんですけど、小口出品する人は大口出品にできない理由がもしかしたらあるかもしれないんです。あるかもしれない方、まあ実際大口出品にはできない何かしらの理由がある方っていうのは、その手法自体見直した方がいいのかなって個人的には思います。まあ一概には言えないことなので、いろいろ反論色あるとは思うんですけれども、例えばですよ、 Amazon で無在庫転売やってる人っていうのは、商品を販売している時にその商品の在庫を持ってないわけですよ。無在庫転売っていうのは、商品の注文が入ってから自分がその後で買い商品を買い付けてお客さんに売るっていう方法なんですね。これ Amazon だと規約違反です。メルカリでも規約違反なんですけれども、やってる人いますよね。でそういった手法をやってる人っていうのは、大口出品しようにも在庫を事前に持ってないものだから大口出品ができないわけですよ。 Amazon の倉庫に在庫を送るっていうのができないわけですよ。注文が入ってから買い付けるわけですから。ですからそういった手法っていうのは個人的にはですよ、長続きするもんじゃないと思います。やはり我々っていうのはセラーとして、よりお客さんの安心安全っていうのを目指していかなきゃいけないんですね。まあ当然ながら安心っていうのは、お客さんが確実にその商品を受け取ることができるようなシステムを利用する、安心っていうのは。で安全っていうのは、初めから危なっかしい商品っていうのを取り扱うことはしない。例えば登山用の牽引ロープみたいな、その命綱になるようなものっていうのは、我々は中国製っていうのをよく検品せずに売るようなことは絶対にしちゃいけないわけですね。赤ちゃんのおんぶ紐、抱っこ紐みたいなものも、要するに赤ちゃんの重さが思いっきりかかるので、もし耐久性に問題があってブチッって切れたとしたら、その赤ちゃんが落下しますよね。落下するときに赤ちゃんは頭が重いんで頭から落下します。で下がコンクリートだったら、バーンと赤ちゃんの頭が打ち付けられちゃって脳挫傷とかになったり、場合によってはもう死亡事故につながるような、要するに顧客や顧客の家族の安全を脅かすような、安全安心を脅かすような売り方とか商品っていうのは出しちゃいけないっていう考え方に基づいて商売を行わないと、堅実な三方よしの商売にならないと思うんですが、そう考えると、どう考えても大口出品っていうのをしっかりとしておけば、その詐欺だなんだって言われてて、でお客さんももちろん当然ながらなるべく安心して買いたいわけですから、最終的にプライムのところから買おうと、FBA 発送 Amazon.co.jp から発送しますと、例えばクロサーショップだったら、この商品はクロサーショップが販売し Amazon.co.jp が発送しますって書いてありますよね。そのお店から買うようになるということです。ですからここまでの話一つまとめると、セラーとして我々が今後行うことっていうのは、もう大口出品している人はそのままでいいんですけれども、まだしてない方っていうのは
大口出品で堅実に商品を売る、もちろん自社発送してる人が堅実じゃないって言ってるわけじゃないんですが、大口出品の方がお客さんも安心できるし、我々もより迅速により安全にお客さんと取引を行うことができますので、ベターなプランを我々っていうのは常に最善手を選ぶべきなんですね。ですから大口出品に切り替えてはどうかっていうのが一つ目の私の考えです。で、あとはですね、この後から今回アメリカのアマゾンでどのように変わったかっていうのはちょっと長く、これが今までの話でも非常に重要なんですけれども、ここからの話っていうのも、まあ、実際の作業的な面で非常に重要なので、このままお話しさせていただきますと、このアマゾンの詐欺っていうのは日本だけで起こっているものではないんですよ。特にアメリカっていうのはアマゾンプライムを使っているセラーさんっていうのが結構少なくて、自社発送の人が多いんですね。で、自社発送の人が多いってことは詐欺になる可能性っていうのも結構出てくるわけです。で、まあ、私はもちろん初めからアマゾンプライムアメリカでも使ってます。 FBA 倉庫、アメリカの FBA 倉庫を使っています。お客さんがその方が注文してから、まあ、2日以内とかすごく短い期間でアマゾンの倉庫から発送された商品っていうのをすぐ受け取ることができるので、顧客満足度を高めることができる、まあ、その他のリスク面を考えても、あとお客さんの特典面を考えても、やっぱりプライム会員に優遇できるような売り方は何かって考えると、 Amazon の倉庫にしっかりと自分の商品を入れておくっていう考え方に至って、初めからプライムで販売しているわけなんですけれども、セラー、アメリカの Amazon セラーとして今後商品を売っていく、まあ輸出転売でも中国アメリカでもいいんですけれども、商品を売っていくときに、今まではセラーの登録ってすぐできたんですよ。インターネット上でカチャ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 って自分の住所とか必要情報とかクレジットカード情報とか登録すれば、すぐに大口の出品の登録、まあプロフェッショナルセラーっていうんですけれども、英語だとプロフェッショナルの登録っていうのは簡単にできたんですが、最近から作業が少し手続きが煩雑になりました。で、どのようななったのかっていうのは今から口頭でお伝えしました。まず2つの書類が必要になったんですよ、セラー登録する際に。要するに本人確認の書類なんですけれども、1つ目はその本人確認できるような証明書、まあ一言で言えばパスポートですね。パスポートとか、あと運転免許証も OK かなとは思うんですけれども、Amazon の担当者によってちょっとばらつきがあるんですよ。この書類でいいです、悪いですっていうのは。ですから、まあ、一番安全なのはパスポートって言われてます。まあ、とりあえずパスポートのスキャンしたデータっていうのを送ってくださいっていうのが一つ目の書類。で、もう一つ目はですね、まあ、銀行の口座証明とか書いてあるんですけれども、銀行口座証明って日本でなかなか発行できなくって、例えば銀行の残高証明みたいなものでもいいと思いますし、場合によっては、まあ、アメリカのペーオニア、まあ仮想バンクですけれども、まあネットバンキングみたいなものですけど、それの証明書でもいいんですけれども、とにかく、まあパスポートとあともう一つの書類っていうのは、本人の名前と住所が載っている公的な機関の書類のデータっていうのが必要になってきたんですね。この二つのデータっていうのをまずスキャンして送ってくださいっていうのが言われています。まあこれがマストになってる、マストになりつつありますね。マストになるはずです、今後。で、まずこの2つの書類を送った後に、簡単な選択肢問題っていうのが何問か出てくるんですよ。で、この簡単な選択肢問題っていうのは、まあ言ってみれば運転免許証の試験みたいなものなので、Amazon のベーシックな考え方、ベーシックな規則に関する問題なんですね。で、例えば運転免許証の試験だと、例えば信号が黄色になったので、すぐに渡らなければと思い加速した丸かバスかみたいなのあるじゃないですか。で、当然ながら信号が黄色になったら、ちゃんとその地点でスピードを落として停止線の前で停車するようにしましょうっていうのが本来の答えですから、じゃあ黄色になったのでアクセルを吹かしてバーンと交差点を突っ切ったって、これ罰ですよね。その程度のレベルの問題っていうのが、まあ、Amazon 規則に関してそういう問題がバーって選択肢問題で出るんですよ。 ABCDE って選択肢があって、 A これこれ、 B これこれ、 C これこれで、 D は A と B が正しいとか、なんかそういう選択肢問題が出るわけですね。五択問題がいくつか出るわけで、それに答えていくっていう形です。で、書類の方も、その、まあ、書類をすぐに用意するっていうのは難しい方もいらっしゃると思うんですが、30日以内にその書類を用意して、まあ、登録した後、そういう書類を送ってくださいってきたら、30日以内にしっかりとその審査を通せばいいわけです。1ヶ月以内に。ですから、そんなうわーって急ぐ必要もないんですけれども、少なくともその2つの書類が必要になって、プラス選択肢問題っていうのが出てきて、その選択肢問題も1回間違えたから、もう二度とセラー登録できないっていうものではないんです。間違ったら間違ってますよっていうのが来るので、また自分で選択肢っていうのを修正して再提出するっていう形なんですね。
しかしながらやはり規則的なことなので、そのベーシックな問題でそんな何度も何度も間違える人っていうのは、その後セラーとして商品を売っていくときに規則っていうのをよく分かんない状態で言ってるようなものなので、できればできればというか、まず必ずご自身で Amazon の規則とか Amazon のヘルプを使って規則に関することを一生懸命調べて、で選択肢をちゃんと精査して、初めから一発合格できるようなお気持ちで進んでいただければと思うんですが、この2つの書類と選択肢問題っていうのがアメリカの Amazon のセラー登録の際に必要になってきました。でこれは何を表しているかっていうと、前半でお伝えしたアマゾン詐欺の影響かなって思います。実際現在アマゾン詐欺をやっている人たちっていうのがどういう人たちかっていうのは、まあ、もちろん全体像っていうのが公表されているわけではないんですけれども、おそらく、まあ、中国人のグループ的な人たちっていうのも比較的多いのかなって言われています。でアメリカアマゾンに関してもやはりそうなんですね。まあ、中国人のセラーので、まあ、その詐欺のアカウントをやっているグループっていうのが比較的多いっていうふうに言われているんですね。でここで我々っていうのはアマゾン、例えばアメリカのアマゾンの登録の話をしましたけど、大口セラーの登録、その際に考えていただきたいっていうのは、やはり日本人がアメリカのアマゾンで商品を売るっていうのがかなりの強みになってくるっていうことなんですよ。まあ、例えばプライムで売るっていうのは、大口出品で売るっていうのはベストな方法だってお伝えしましたけど、日本人がアメリカのアマゾンで商品を売っていくっていうのもやはりベストな方法なんですね。今まで例えばトヨタとか日産とかメイドインジャパンのものっていうのはかなり昔からブランド力が強かったわけですよね。日本のものっていうのは性能もしっかりしてて壊れにくくていいっていう考え方があります。しかしながらアマゾンのセラーでは、そのメイドインジャパンのものだけではなくて、ソールドバイジャパニーズ、要するに日本人のセラーによって売られている商品っていうのの価値も高いんですよ。ってことは、同じ商品を日本人と中国人が売ってたとして、ちょっと日本人の方が高い値段をつけてても、日本人の方がアフターケアとかがしっかりしてそうだから日本人の方から買おうっていう人がいるわけなんですね。ですから日本人として、まあ、我々は生まれながら日本人なわけで、で日本人のセラーとしてアメリカのアマゾンに売るっていうのは、それだけでブランド力があるっていうふうに、抜きに出てるっていうふうに考えてください。というわけで、今回は初めアマゾンの詐欺と、我々がセラーとしてどのようなことを行えばいいかっていうのを話させていただき、後半では米国のアマゾンのセラー登録の手続きっていうのが複雑化しましたっていうのを話させていただきました。複雑化したっていうのはそれなりの理由があるわけで、それは堅実にアマゾンで商売したい人を蹴落とそうっていう目的ではないんですよ。で中には、なんで複雑になったんだよアマゾン、めんどくせえなって、アマゾンに敵意を感じる人も少なからずいるのかもしれないですけど、そこはそんなネガティブに考えないようにしてください。堅実に商売をしている人を守るために、またアマゾンという市場の信用性、信頼性っていうのを維持するためにアマゾンが行ってくれたわけですから、まあ、その手続き書類出したりとか、質問選択肢問題に答えるとか、めんどくさいとは思うんですけれども、長い目で見たら堅実に売るセラーのための施策なんですよ、対策なんですよ。ですからその点っていうのは、めんどくせえなとかネガティブに考えずに、でプライムにするのも、なんで小口で売ってるのわざわざ大口にしなきゃいけないんだよとか、なんかその自分の短絡的な視野で、狭い視野で損だ得だっていうのを考えずに、長い目で見てしっかりとアマゾンで商品を売ろうとしてる人っていうのは、やはりそれは最善手をちゃんと進んでるわけなので、どう転がっても守られるわけですよね。当然ながらアマゾンにとっても堅実なセラーっていうのはありがたい存在ですし、我々にとってもアマゾンっていうのはありがたい存在であるべきなので、そこはやはり三方よしなんです。三方よし、近江商人の格言ですけれども、売り手よし、買い手よし、世間よしっていうのが三方よしっていう言葉の意味なんですけれども、その売り手、買い手だけではなくってね、要するに我々、アマゾンのセラーと顧客だけの感覚だけではなくって、やはりアマゾンも含めて、で、商品を仕入れるタオボーとかアリババ業者も含めて、もちろんお客さんも含めて、全員が笑顔になれるような堅実なシステムを我々っていうのは常に遂行していくっていう必要があると思いますので、長い目で見て、まあ、今回の詐欺っていうのは我々に少なからず影響はあると思うんですけれども、その中でじゃあ我々は何を行えばいいのか、セラーとして何を行えばいいのか、どういう情報を発信していけばいいのか、
お客様に安心、より安心していただくためにどういうことを行えばいいのかっていうのをまず考える、プラスそのセラー登録がちょっと複雑になったとかそういう話に関しても我々にとっては長い目で見てプラスなんだっていうのを考えていただければなと思います。というわけで少し長くなってしまいましたが、今回はアマゾン詐欺についてセラーとして行えることプラスアメリカのアマゾンで大口のセラーとしてプロフェッショナルセラーとして登録する際の作業内容の変更点について話をさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。海外転売スクール講師の黒沢敦史がお届けいたしました。では失礼いたします。